紀元前6世紀のイタリアの言語分布、オスク語は古代イタリアで用いられた言語の一つで、現在では死語。インドヨーロッパ語族イタリック語派のうち、オスクウンブリア語群に含まれる。イタリア中南部のサムニウム、カンパニアを中心とし、他に、ルカニア、アゲルブルッティウス、アブルッツォで話された。秘文が多数知られ、古いものは紀元前5世紀に遡る。 ラテン文字、ギリシア文字のほか、様々なイタリックアルファベットで書かれ、サムニウム、ウェスティ、サビニ、マルシなどの方言があった。オスク語には、ラテン語との共通点も多いが、全く異なる単語も多い。例えばラテン語の、ホッスル、ボーロ、ベル、ビルーなどに当たる語はなく、代わりにヘレストなどが使われた。音韻論的にもオスク語とラテン語には、違いがある。オスク語の P は、 ラテン語の中にあたり、オスク語の B は、ラテン語の V にあたる。オスク語の語中の F は、ラテン語では B、または D となる。これは、ケルト語における、P ケルト語と Q ケルト語の区別に似ている。オスク語は、イタリック語派では知られる限り最も保守的な言語とされ、ギリシア語と共に二重母音など因語語本来の母音システムが保存されている言語でもある。 ありがとうございます。